どうも。今日はさっきアップした動画のザ・ハンガー、あの練習器具を自分で作ってみようっていう動画なんですけども、その作り方のね、説明の動画になります。結構簡単に作れてしまうので、みんなもぜひ参考にしてみてください。まず用意するのはカッター、あとハサミですね、あと定規、あと大きめの三角定規、あとテープ。僕はちょっとテーピングをちょっと使って作っていきたいと思います。でまずはこのクラブと、あとハンガーを用意します。どこにでもねあるハンガーで構わないので、できればこの接地面が平べったいとよりいいかと思います。一緒に握れるあたりでくっつけていきます。それでフェース面とこのハンガーの面をこれ合わせることが非常に必要です。とペンを用意します。でこのペンでしっかりその接地面が平行になる位置、フェース面とそこにちゃんと印をつけていきます。ここが非常に重要になってきます。で、付け終わったらテープを用意します。で、このテープをちょうどいい長さで、なんとなくで切って、で、さっきこのね、合わせた、ね、マジックで書いた部分を、気をつけてください、これ。この作業は。ちょっと怪我するんで、しっかりその、さっき印をつけたところをテープでしっかりと留めていきます。しっかりできていないと後でね取れたり、怪我の原因にもなるので、しっかりここはテープを巻いていきます。しっかり時計回りで、テープをしっかり巻いていきます。ちょうどこんな形になりますね。はい、ちょうどこんな形でくっつきました。はい、こんな感じです。で、もう一個、そうですね、グリップエンドの方のね、テープも同じように貼っていきます。テープの長さは、これぐらいですかね、ちょうど、指、手のひらぐらいの大きさ、肘から、このワンアームぐらいですかね、グリップエンドをしっかり固定していきます。ここもしっかりその時計回りで固定していきます。ここが重要なんで、しっかり、くっつきましたね、しっかり、OK、満足そうだ、でこれで完成となります。非常に簡単なんでね、みんなもねすぐにやってほしいんですけども、ほらこのここのハンガーの部分と手首の穴部分がしっかりくっつくというところがこうポイント、このハンガーというザ・ハンガーという器具のポイントとなってきますんで、ここをしっかりね、完成しました。満足そうです。以上です。